お茶の水橋は、東京都千代田区神田駿河台一丁目と文京区、湯島二丁目の間を流れる神田川に架かる橋である。付近の駅名から、お茶の水橋との表記も見られるが、正しくは、お茶の水橋である。江戸時代初期に大地が開かれて神田川が作られ、この地に渓谷が誕生した。二大将軍の徳川秀忠は、この近くにあった高林寺の湧水で入れた茶を木に、入り、 付近一帯は、お茶の水と呼ばれるようになった。渓谷も、お茶の水谷と呼ばれ、後に、共鳴の由来となった。しかし当時の技術では、深い峡谷に佳境することは困難であり、橋が建設されたのは明治に入ってからである。初代の橋は1889年に、東京市区改正条例の発布によって計画され、1890年11月に着工。 わずか1年足らずの後期で1891年10月に完成した。設計は原隆太が担当。日本人の設計としては初の鉄橋として架けられた。当時の構造は長さ38軒、幅6軒、車道福井7.2メートル、歩道福井1.8メートルにの上地、敷ピン結合、プラットトラス橋であった。 1170トンの連鉄材はベルギーから輸入し、東京石川島造船所で製作。セメントやレンガは日本産が調達された。路面は2層の木針で、下層は東京近郊の欅、上層は尾張のヒノキが使用された。1904年12月31日には、橋の下に、後部鉄道茶の水駅が開設され、同年12月8日には、 橋の上を通る東京市電に式調線が開通し、1944年まで運行していた。2020年に橋の路盤強化工事を行うにあたってアスファルトを剥がしたところ、その下から都電のレールが現れた。出土したレールや敷石は全国各地の博物館、大学へ寄贈された。2020年の工事で現れた。 当時のままの敷石トレール1923年の関東大震災では橋板に木材が使われていたため消失し、神田川は土砂崩れでせき止められた。1931年5月10日に震災復興事業として掛け替えが完成し、新たな橋は橋桁と橋脚を一体構造にした構成ラーメン橋となった。総工費52万円。 鉱材876トンが使用され、両岸溶けた及び橋脚はヒンジで連結されている。長さ80メートル、橋脚中心間は30.48メートル。車道幅員は16.6メートルで両側に3.2メートルの歩道がつく。耐震性に優れた造りとなっており、現在まで使用されている。お茶の水橋明治24年、原竜太の設計により、 神田川沿いの駿河台西港売町と、湯島三丁目高等市販学校前との間の断崖に仮設された鉄橋。全長38件。渓流と緑陰の美で知られた。現在の橋は昭和7年に改め課された公共。お茶の水橋の素病あり。清水清風町、東京名物100人一種明治40年8月。お茶の水橋より、抜水橋の左岸は、 東西に走る外堀通りと南に伸びる駆動101号線との定時路のお茶の水交差点であり、元橋は明大通りを通す。橋桁には定時路に合わせて隅切りが設けられている。左岸の東京メトロ丸の内線、右岸の JR 中央線のそれぞれのお茶の水駅相互の乗り換え客、また学生街の玄関口の性質もあり、歩行者の通行が多い。 水道橋お茶の水橋から聖橋からありがとうございます。